見彫り堂は山口県山口市にあるウイローの製造・販売を手掛ける企業。1927年創業。創業者の田中淳介は当時、現在の山口市が内ない見彫りにあったウイローの老舗、福田屋において修行し、その製造法を伝授された。社長の田中米吉は現代彫刻家としての顔も持つ。現社長は田中牧となっている。福田屋は 守護大名大内氏がその前世紀を迎えた室町時代に創業。京都より、ウイロウ餅の製造法を持ち帰り、山口ウイロウを創始したという説もあるが、創業時期など詳しい史実は不明である。福田屋は、太平洋戦争での混乱で、後継者がいなくなり、1946年に廃業した。これにより、その約20年前に、のれん分けされた見掘り動 山口宇郎の製法を継承することとなった。それ以降、み堀堂では、代々金星の維持と品質の向上に努め、その結果、み堀堂の宇郎は、1973年に、鹿児島市で開かれた第18回全国菓子、大博覧会において、最高賞の名誉総裁賞を受賞。山口県を代表する名家の地位を、不動のものとした。また、 2018年5月3日、放送、日本テレビ系列、秘密の県民賞では、山口県の隠れた名家としてウイローが紹介された。見堀堂のウイローは、室町時代より製法を受け継がれた、白砂糖入りの白ウイロー、二代目が考案したあずきと、黒砂糖を使用した黒ウイロー、三代目考案の抹茶を使用した抹茶ウイローの各種類と、季節商品のヒナとタンゴのウイローがある。 見堀道の本店は JR 山口線山口駅より徒歩3分ほどのところにある。他、市内の湯田温泉、瑠璃、三寺前、新山口駅名店街、また、周南市にも直営店がある。ありがとうございます。